がすぐ近くにある。こっちも問題ない。もちろん何かあったら最初に気づくのはスナイパーだ。でもそれって安心できるよな。あいつに隠れてよかった。くそ、足をくじいた。何もないってみんな分かってたな。いけるぞ。標的に接近する。ちょっと黙ってくれ。すぐ撃て。昔は楽しかった。銃や爆薬を派手にぶっ放して。それが今じゃよくわからん人探しかよ。何か見つかるとは思えない。今の音は。周囲を調べてみる。正体はつけるかもしれない。こちら、報告すべき問題はない。おい、敵を目視で確認し。スケルはこの辺りでドローンを起動したのか。ドローンに追跡可能な GPS カードが入ってるはずだ。ここにいろ。了解、待機する。了解に、出頭しよう。
こっちに来るんだ。急げ。そちらに向かう。
それじゃあ昼と合流して次を考えよう。上出来だ。俺が調べて報告する。何もないや。部隊の仲間が妙なものを集め出したんだ。親指とか体の一部を。気味が悪いぜ。でも軍服はかっこいいだろ。忘れ物がないか装備を確認しろ。はい、了解しました。なあ、こちらに変わった動きはない。了解。こちらも特に動きはない。こちらで異常は確認できない。ああ、こちらも同じだ。
ジョサイア、これは何人か見つけた。ジョンソン、ウィーバー、いい奴らだった。ウォーカーの狙いは何なんだ。狂ったんだ。例のボーンの一件以来な。あの時止めていれば。あれはボーンがクズだった。ああ。だがああなるべきではなかった。何の真似だ。いや、俺撃たれるんじゃないかと思って。ここは味方の村だぞ、ボーン。村人協力者だ。女が武器を、銃を持って。ならどこに銃があるんだ。ほら、武器を持ってる。なあ、仕方なかったんだ。最悪だな。終わりだな。これ以上俺の時間を無駄にするな。待て、おかしいだろ。やったのはお前だ。違う、お前のせいだ。いつも俺をバカにして。おいおい、お前は間違ってる。クソ、父さんが絶対に黙っていないぞ。このウジ虫が父親に泣きつくのか。そういうことか。問題を起こすたびに誰かに責任をなすりつけて逃げるんだな。それで危なくなったらバカみてえに父親が助けに来てくれるのを待つってか。言っておくが、父親はここにいねえぞ。うるせえ、俺は優秀だ。優秀な兵士なんだ。てめえは何一つ価値のないクズだ。待て待て、そこまでだ、ボン。その武器を渡せ。ほら。ウォーカー、もううんざりだ。何のつもりだ。こいつはすでに。これで終わった。それにこのクズを殺せなかったら俺たちが村から狙われる。正気か、ウォーカー。あとは知ってるな。あんたは証言せず、ウォーカーをかばった。証言すべきだった。そうすればこんな状況になんて。いや、それで合ってる。死んだ部下にもそう言ってくれ。スケルの手がかりは。こっちはこれを見つけた。地下研究室はまだ無事なはずだ。調べに向かおう。いや、俺はウォーカーの兵を追う。目的を突き止めたい。たとえ馴染みの顔でも味方だとは思うな。
お前もな。またここで合流しよう。